はい、ということで北国の味北海しゃぶしゃぶ銀座店さんに馳せ参じてまいりましたよ。うしお TV で YouTube ライブをやってるじゃないですか。その YouTube ライブのライブ中にこちら銀座店さんの店長さん中島さんがチャットというかコメントをくださったんですね。でぜひ一度そのコラボレーションしてもらえませんかというようなご提案をいただきましてですね、いやもうそれはこちらこそお願いしますということでやってまいりました。北海しゃぶしゃぶさんということで北海道で創業された、ラムしゃぶ元祖ラムしゃぶのお店なんですね。で東京のこちら銀座に昨年の12月に進出されてきたということでまだ新しいお店なんですけど、まあ、50年の歴史があるお店だということでですね、まあ、僕ラムしゃぶ食べたことはあるんですけどやっぱりなかなかね内地というか、うん、関東なり東海なりに行ってなかなかね食べる機会ないんでですね今日非常に楽しみにしてきたんですけども、ラム肉にはね僕実はちょっとなんだろうこだわりはないんですけど非常にラム肉好きでですね、実は僕がやってる焼肉サブライですよ、でもラム肉のラムチョップとかを実は出してたりする兼ね合いがありましてですね、いいんですよ、ほらカロリーが気になるお年頃じゃないですか。非常に健康的でですね、カロリーとかその脂質とか糖質が気になるお年頃なんで、っていう意味でもその罪悪感なくですねいただけるお肉だということで非常に楽しみにして馳せ参じてまいった次第なんですけども、なんか今日いろいろなんか用意してくれてるみたいなんで早速ですねこれから僭越ながらなんですけどもいただいていこうと思います。はい、いいですか、はい、はい、一応ですねお野菜はセパレートのお鍋ですので、はい、お一人様ずつこのようにご用意しております。なるほど、じゃあちょっと入れさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、ですねこちらの鍋がですね要予約だということなんですが、コロナ対策ですよね、セパレートになってまして、そうコロナ対策に配慮されたお鍋であるということなんです。で予約の際かなとかにご希望の方言っていただければこの鍋用意してくれるということですので、はい、何かお待たせいたしました。はい、ありがとうございます。こちらがですね、来ましたね、自慢のお肉来ましたね。このお肉なんですけども、はい、オーダーが入ってから、はいはい、一皿一皿スライスをしておりますので、はい、ジューシーなお味が味わえると思います。はい、召し上がり方なんですけども、はい、お野菜が煮えましたらば大体、まあ、2、3枚、はい、取っていただきまして、まあ、煮えたお野菜と一緒に召し上がってください。はい、じゃこちらの秘伝のタレが、これが噂のですよね、はい、北海道から直送されているという、そうです、はい、こちらもレシピをですね知ってるものがかけられてるので、はい、実は私も知らないもので、はい、もう本店の食いしん坊の人しか知りませんので、なるほど、はい、ぜひご賞味くださいませ。わかりました、いただきます。はい、ほらすごいよ、やばいっすねこれ、花みたいだよこれはすごいっすね、すごいよ。そうラム肉っていうのはそう鮮度がすごく大事で、そうオーダーしてからこうカットをスライスしてくれるということですので、ね、切り置きしない、切り置きするとねどうしてもねその切った面が空気に触れるから鮮度がねやっぱ落ちるんですよ。そういう理由なんですね。そういうこと、うん、これちょっと楽しみだね。喉乾いたんで飲んでいいですか。そうだね、ちょっと乾杯だけ先しようこれ。お疲れ様です。はい、お疲れ様。うん、薬味が結構多いですね。そうだね、こういう感じでセットが用意されてる。そう、そういうことですね。いただきます。すごい薄くスライスしてある。スイス溶けちゃいそうなぐらい。全然臭くない。なるほど、ちょっと肉だけいきたい。こんな感じですね。薄い、すごい、薄いす、独特の臭みが全くない。ラムシャブを食べるのは2回目っていう。2回目、俺と過去一度だけ食べたことがあるんだけど、うわこれぐらいでいけますか。うわ、俺が前食ったのと全然違う。溶けるんですか。溶けるね。
や、これはこの感じは初めてだな。すごいこれ、うん、すごいすごい、タレが合いますねこれ。これはね、生きてるうちに食っといた方がいいですよと思った。これわりかしガバッといった方がいいですよ。そうだね、溶けちゃう、溶けちゃう。これ言われなかったらラムだと思わねえな。でもね、ラムってこういう感じなんだね。全く匂いないし、ない。いや、あの独特の臭みがあるの普通は。それが全くない。値段乗ってますよね、ちゃんと下に。うん、いや、意外とリーズナブルでびっくりした、ね、実はね、俺言っとくと、とある上野界隈の居酒屋行った時に、うん、ラムシャブを食ったの、臭くて食えなかったねもうじゃあもう全然違うんですよ。だから俺その時のちょっとイメージがあって、あ、警戒してたんですね、ちょっと。で、もうほんと2人で一口食った瞬間に顔を見合わせるぐらいだったね、はい、そんなきつかったんですか。えってなって、はぁ。で、ただもうほんと1枚とかしか食ってなくて、はいはい、丸々残すのあれだから、はい、バレないように持って帰ったよ全然違う、これなんだな。しかもなんか食べてて罪悪感がない。そうなんだよ、だってこれ絶対太んないやつだな、うん、これ名古屋けんな、これ名古屋抜けますね。これだけでお腹いっぱいにしたいね。いや、いいですね、ちょっと幸せですね。ちょっと本当に美味しいですね、うん、これはすごくいいですね。こんな素敵な仕事をいただいていいんですかなあ何でも何でもやっとくもんだな本当だよお前あのお仕事だから持ってるわけじゃないんでね、はい、僕らその辺の空気あんま読めない人たちなんであれこれって言って言われますあれちょっと僕は苦手かなとか言っちゃうんでね、言っちゃいますいや、これは本当に美味しい、本当美味しいですね、うん、ちなみにラムしゃぶがメインのお店さんなんですが、豚しゃぶと牛しゃぶもあるんですよ。で、豚しゃぶがね、あの本当無菌状態で飼育された SPF 豚って言うんですけど、っていうのを使われてて、で牛しゃぶの方がね、十勝産の和牛か、うん、北海道にこだわってるんですよね、やっぱり。そうそうそう、だからもうランチとか他の一品料理とかも、もう本当何から何まで北海道の食材を使用されてるということで、この後も出していただけるみたいです、うんうんうん、その辺も、うん、ただ僕が今すごい心配なんですよ、うん、食が細いじゃないですか。そうなんですよ、僕らね酒飲み始めちゃったら、あんまり量食えないっていう。そうなんですね、これゴールデンジャケットのメンバーで行ったらみんな感動するんじゃないですか。いやー、留吉にはいいかな北海道産の SPF 牛の、あ、これが、はい、豚をちょっとあのご賞味いただければと思いまして、お持ちいたしました。はい、まあ、はいはい、あ、タレが違うんですね。はい、もう全然お好みなんですけども、はい、はい、ありがとうございます、はい、これが SPF 豚ですね、噂の。すごいですね、色がまた綺麗だね。うん、甘い甘い甘いは、やっぱ安心感あるね。豚が好き、安心感と安定感があるね。うん、豚の脂の安心感、ナチュラルにうまい。豚しゃぶはね、まあまあ食ってきてからね、うんうん、えとこの豚しゃぶです。よろしければですね、北海道の十勝和牛をお持ちいたしましたので、あ、これが噂の、はい、あ、これ見た目やばいですね。結構あの差しが入ってますので美味しいと思いますので。すごい、はい、これはすごい。これ十勝和牛。これはやばいです。すごいね、これ。これはもう、これはもう見た目でもう分かるような。行ってみか、これ。これすごいね、これ。これ、これだもん。いや、これはやばいな、これ。柔らかい。あ、一枚大きいですね。とろけちゃう。すごい大きいです、一枚。とろけちゃう、とろけちゃう。いや、でもこれも脂がうまいわ。
やっぱこっちですよね。秘伝のタレですね。俺この秘伝のタレが一番好きだな、こんなかったら。うん、柔らかい。柔らかい。あれもこれね、トカチ和牛って初めて食ったかもしれないな。僕初めて食べました、うん、トカチ和牛。俺も多分初めてだな。これ岐阜じゃない、はい、岐阜はやっぱ飛騨牛ですね。そうそうそう、のがあるからまあまあよくいろんなの食べるんだけど、うん、いや、トカチ和牛うまいね。美味しいですね、うん、脂っこどくないですね。くどくない。手前どものお店のお昼も営業してます、ね、出ちゃいましたね、これ、はい、私あの北海道直送のイクラをですね、はい、これはこれはですね、お昼のイクラのサイズはこれよりも一回り大きいサイズになるんですが、はあはあはあ、はい、まあ、夜メニューとしてこちらのイクラとですね、あとまあ、はい、という形になってますので、これはいただきます。まあ言うに及ばずですわな。そんなにいくらたっぷりなんですね。うん、ランチ昼ちょっと贅沢だけどね。うん、うん、いいですね。こちらラーメンの発生。はい。こちらのラーメンですね、少し茹でてありますので、はい、お好みで 1,2 分程度茹でてもらってからお召し上がりください。ソースはですね、こちらの特製ダレをつけています。あ、こっちの特製ダレを。はい。こちらが締めのラーメン。北海道の西山製麺さんという製麺の会社からね、あの卸しているという、これをこの茹でて特製ダレでいただくということになってます、ね、これを。うん、はいはい、さっぱりさっぱり、うん、あの分かる分かる、北海道のあの味噌ラーメンじゃない、はいはい、あの味噌ラーメンとかに入ってるそうなコシコシコの麺だね。うん、うまい。うん、締め飲んだ後とかに絶対いいやつですね、これは。大変美味しゅうございました。こんなに食ったの本当久しぶりだわ。というわけでいかがでしたでしょうか。いや、普段やっぱりラムシャブというものに馴染みが普段ないじゃないですか。で、以前食べたラムシャブにあんまりいい思い出がなかったんで、正直ちょっと構えてたんですけど、衝撃でした。まあ、普段、まあ、こんなこと言っちゃなんですが、まあ、そこそこうまいもん食ってきてますね。こんなね、あの少々のものを食べてもなかなか驚くことはないですけど、ちょっと衝撃でした。なんだろうな、あらがない、ね、何、うん、やっぱ創業50周年と重みを歴史を感じるお手前でございました。個人的に今後お邪魔したいというふうに思っております。皆さんもぜひ、はい、ですね。で、あの北海しゃぶしゃぶさんからのご好意で、はい、この牛尾 TV をご覧の方、はい、牛尾 TV を見たよの一言で、はい、今多分テロップ出てると思うんですけど、はい、サービスが受けれるようになってますので素晴らしい。ぜひご予約の際とか、はい、牛尾 TV を見たの一言で、うん、あのだいぶあのサービスしてくれるみたいな。というわけで、いやまさか YouTube ライブきっかけでこんな出会いがあるとはついほども思っておりませんでしたが、ね、この出会いにまず感謝ですね。そして美味しいお料理に感謝。ぜひ皆さんも北海しゃぶしゃぶさん食べに行ってみてください。胸張ってお勧めできるお店でございました。ありがとうございました。ああ最後に大変なものをいただいてしまいましたよ。お店さんがご用意してくれてましたね。恐縮しちゃうよね、はい、消しますね。歌いますか。歌います。俺自分のやつ自分で歌う。まあいいです。いきますよ。はい。拍手ぐらいして。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。7月1日ですよね。7月1日ですね。はい、これが、拍手先生。はい、
食べられないんですですよね、乳製品が乳製品ダメですよね